ちょっと慌ただしかったんですけども、チェックインはやっと終わりました。やっとというか、いや全然混んでなかったんで、もう終わったんですけどね、まあそういうことです。さて、久しぶりのベトナム旅行です。かれこれ20年は行ってないかと思います。じゃあなんで20年も行ってなかったかというと、理由は一つ、ベトナムはぼったくりの国であるというイメージがあるからです。20年前の旅行はベトナムのダナン、ドンハ、そしてフエという町に行ったんですけれども、そこでぼったくり、そしてストーカーにも会いまして、散々な目に遭いました。ただベトナム中部のバス旅行ではすごく風景の綺麗なところがたくさんあって、田園風景の中を白い青材を着た女性が自転車を漕いでいる姿や、山が海に向かって落ち込んでいる廃盤峠はすごく印象的でした。中部ベトナムにはもう一度行ってみたいと思っていますが、エアアジアのポイントプログラムビッグポイントの関係で今回はホーチミンシティに行くことにしました。さてここは、バンコクのドンムアン空港なんですけれども、以前にも説明しているかもしれませんが、ドンムアン空港は LCC がメインの空港になります。エアアジアを筆頭にノックエア、ライオンエア、そしてノックスクートといった会社が乗り入れをしています。さてビデオの方は、もうねすでに、飛行機の中に乗り込んでしまっています。東南アジアへの旅行ということで、カバンも少なく軽装での旅行になります。機内案内ですけれども、タイ語による機内案内はもちろんのこと、この後にベトナム語の機内案内が出ます。いや今回初めてなんじゃないかな、エアアジアでベトナム語を聞くのは。Chào quý khách, vì sự an toàn, quý khách vui lòng lưu ý các thông tin sau: thắt dây an toàn trong khi ngồi, dựng thẳng lưng ghế, cụp gọn bàn ăn phía trước.Quý khách không sử dụng điện thoại di động cho đến khi rời khỏi máy bay và vào trong nhà ga. Đây là chuyến bay không hút thuốc. Chúc quý khách chuyến bay an toàn. Xin cảm ơn. 飛行機の方は離陸態勢に入りました。西日の厳しい午後の出発です。ここ下に見えるのがドンムアン空港になります。その向こうには、バンコクの街が広がっています。今回使用したガイドブックは地球の歩き方ベトナム編です。これはバンコクの、古本屋で、購入したものなんですけれど、ガイドブック関係はなかなか安くないのがバンコクの古本屋市場です。さて今地図を開いています。今指を指しているのがホーチミン市になります。青いところがベトナムで、その南部ということになります。ホーチミン市という真ん中に見えるかと思います。ちなみにこれは東南アジア全体の地図になります。この、ですね、上の方にベトナムという国、上に中華人民共和国が見えます。中国と呈しています。それでこれを拡大すると、こんな感じになっていまして、それから何で、今指を指しているのがタイのバンコクに、そこから今、飛行機で、実際はね、これ飛んでいなくて、海のね、もう少し南の方を飛んで、海のところを飛んでいることになります。ちょっとこれはね、間違いです。でホーチミンに着きました。これは何の、あ、それで今回この下の方の町ミトっていうところまで行く予定です。でこの辺りがね、中部ベトナム、これがクラブダナンとか、どの辺かな、これかな、ダナン、そうですね、まあ、ダナンという中部、ベトナムの大きな都市になります。それから、ベトナムの首都、ハノイがここになります。ベトナムというのは日本と同じで南北に長い、国です。それで今これはですね、何これがラオスですね。ベトナムの西側にラオスという国があります。この国を使っています。これから今度タイの、そのまた、さらに西側がタイということです。それから今東西で指をなぞっていますけれども、そこから北が中華人民共和国になります。それでこれが南シナ海を説明しているのか、いや違いますね、これみたいな内陸の方に入ってきて、これはですね、インドシナ三国がこの位置にあるということを説明している。過去にフランスはこのインドシナ三国地域を植民地として支配していました。それから、今指を指しているところがカンボジアになります。それでここでは説明していませんけれども、これら4カ国には、南北に東南アジアのタイがメコン川が流れている。
先ほど地図のところで説明が間違っていましたが、今海の上空を飛んでいます。それで上の方にちょっと点が見えて、これが船なのか何なのかよく分かりませんけど、そういった物体も見えました。それで海っていうのはもう一面同じ色かと思ったら、このように黒い部分、青い部分というのがちょっとまだらになっていました。この辺は多分遠浅の海で高低差があるのかもしれません。そういったことで光の関係でこのように見えるんでしょう。タイ東部からカンボジア南部の南側にあるシャム湾、もしくは台湾のところを今通過していると思われます。さて今回はエアアジアビッグポイントプログラムを利用してベトナムに行ってきました。このビッグポイントプログラムとは、他の航空会社だと例えばあのタイ航空なんかでいうロイヤルオーキッド、つまりマイレージの、プログラムと同じです。チケットを購入そして搭乗することでポイントが貯まる仕組みになっています。ポイントをたくさん貯めることでエアアジアの航空チケットと交換することが可能になります。ただしタイ航空のマイレージプログラムなどと、異なるのはエアアジアの場合路線に対するポイント数が常に変動しているようです。そしてまたプロモーションセールもあるということでしょうか。さてこちらがエアアジアビッグロイヤリティのウェブサイトになります。普段いつも購入している、エアアジアの、ウェブサイトは異なります。このスクリーンショットは当時のものではないんですけれども、例えばですね、左下の、ここ大阪城なんですけども、関西まで 38,000 ポイントで行けるということが、分かります。で、私はこのポイントを、このプログラムが始まった10年以上前から貯めているんですけれども、これまで一度も使うと思ったり、興味が、なかったので使うことは全くありませんでした。しかしながら今回旅行をする2ヶ月ほど前にエアアジアの方からあなたの、ポイントは、年末で失効しますということが、メールで入ってきました。エアアジアからのこういった通知はこれまで全く、見た覚えがないんですけども、今回初めて入ってきましたね。したがってこれまでもしかしたら、結構ですね、失効して、ポイントをロストしている可能性は十分あります。まあ、しかしながら、残っていたポイントが結構あったので、じゃあ、旅行に行こう。そしてまた、ちょうどいいタイミングで、プロモーション、これは、ポイントの方ですねがあったので、じゃあみんなで家族で行こうということになりました。まあ、選択肢としては、保有しているポイントで、行ける範囲に限るということです。まあ、そうしたところ、選べるのは、ベトナムそしてインドという選択ができました。それじゃあベトナムにしようということで、ベトナムの場合、ハノイ、それから中部ダナン、南部のホーチミン、それからさらに南部のメコン川下流にあるミトーという町が選択できます。もともとは北部ハノイにして、そこからさらに北の中国国境の山岳方面に行き、まあ、ちょうど12月ということで気候も、涼しいということもあり、そこにしたかったのですが、結局ポイントが足りなくてそこを諦めました。第2希望のダナン、これも、ポイントが、結構かかるのでやめました。第3候補のミトーなんですけれども、ここは一応ポイントで賄えるということでここにしようと思ったのですが、翌日になってから必要なポイントを再度確認したところ、かなりアップしていまして、でここも候補から外れてしまいました。ということで最終的にホーチミンシティになったのですが、しかしながらですね、ポイントがねわずかに足りなくて、結局ですね、ポイントを追加で購入、このポイントは追加で購入できます。それプラス、手数料もろもろで、追加で、約2万円ほど、払ったかなということで、所有していたポイント数はもう覚えてないんですけれども、それプラス2万円で3名ですね。で、旅行をすることができました。ホーチミンシティです。まあ旅行としてはね、結構リーズナブルな値段で行くことができました。しかしながら、タイとベトナムの間には、ベトナムオリジンのベトジェットという航空会社も現在あります。こちらはベトジェットのウェブサイト。まあ、最近、飛行機のチェックは全くしてないんですけれども、久しぶりに見たら、いきなり日本語のウェブサイトが出てきて、これを見ると日本から、まあ、ベトナム以外にもですね、カンボジア、そしてミャンマーなんていう大胆な路線が、出ています。ただし今コロナ感染症が蔓延している関係で飛んでいないと思います。タイにもありまして、タイの国内線も就航していますが、私も何度か利用しています。
ベトナムタイの国際線は手数料それから空港使用税を除いた値段がかなりお買い得な値段でいつも出ています。もしかしたらこちらの方が安かったのかもしれませんが、今回はエアアジアのビッグプログラムを利用しました。ちなみに今見えているホームページはエアアジアビッグロイヤリティの私が今ビデオ編集をしている時点でのウェブサイトになります。ということで21世紀に入り、空の地図というのは LCC によって多くが占められることになりました。タイ航空といったフルサービスキャリアは苦戦を強いられているというわけですが、本ビデオを編集する数ヶ月前にタイ航空は破綻をしてしまいました。コロナ感染症の影響も少なからずあるとは思いますけれども、タイの人気企業の中でトップクラスに入るタイ航空が破綻をしてしまったということは少々驚きでした。ただ飛行機の方はホーチミンシティの郊外まで来て、着陸態勢に入っています。大きな川が見えます。これは何が見えるんでしょうか。さて飛行機は高度をどんどんと下げています。夕日がとても綺麗な時間でした。でバンコクから1時間50分ぐらいかな、このぐらいの時間で来れる場所です。白に赤、そして黄色の機材が見えますが、これはベトジェットです。ベトナムで急成長している航空会社 LCC です。タンソンニャット空港に到着をしました。いつもの通り降りるときに一緒に写ってもらって降りることにしています。最近はタンソンニャット国際空港に到着をしました。今回ねホーチミン初めてということで、この空港を使うのも初めてなんですけれども、近代的な造りの空港で、最初降りて飛行機から降りて、建物を歩いていくときになんとなく成田空港に似ているなというのが私の最初のイメージでした。気のせいかもしれませんね。というわけでどうもありがとうございました。